ガンもガンもいいね。でもチキンチャクかな。あとあのなんかちくわみたいなやつの中にイカが入ってるやつが好きです。あれなんて言うんだろう、安藤家でよく入ってるやつ。卵と大根だけでいいだって。あ、サイリウムありがとう。じゃん、油揚げ。うん、サイリウムありがとう。イカ巻きっていうの、イカ、イカって美味しいよね。うん、うまっ。すごいサイリウムがいっぱい、ありがとう。うん、こんばんは。セブンイレブンのおでん、白滝にスープ多めにしてカップ麺代わりにしてます。あーいいね。コンビニのおでんとか買ったりする？たまーに買うかな。うん、なんかおでんってまあ、基本一人暮らしってさ、自炊するとさ安いかもしんないけど何日間も食べなきゃいけないじゃんっていうのがあって、うん、買ったりする時もあるかな。切れた、ヤッホー。普通に戻っちゃったね。こんばんは。なんかさ、今日眠たくって眠たくってしょうがないんだよね今。だから食べてる。食べたらもっと眠くなる。確かに。月曜から天気大荒れらしいね。え、本当？なんですって？うん、間違えた。嘘でしょ？嘘でしょ？嫌だな。調べるね、天気。うわ、雨や。うわって言っちゃった。明日も雨じゃん。ええー。めっちゃ露骨に顔に出しちゃった。ええー、って。雨やだよー。雨やだ。めっちゃ垂らしちゃってるとこある。雨新潟市以外雪？マジで？やば、みんな明日公園来る人傘持ってきてね。
てかさ、ドラムメモ以外で初めてじゃなくて久しぶりなんだけど、7月以来にだよ、ドラムメモ以外。そうじゃん、そうじゃん、電屋さん欲しいじゃん、あなた。あ、そうです、ニグラム先生の漫画に出とった人です。出とった人です。ちょっとお風呂上がりのご飯なんで、ちょっとブサイクなんですけど、すごいね、ニグラム先生、そうなの、ニグラム先生に書いてもらいました。嬉しい。まさかさ、自分なんて分かってなくって、昨日ほとんど携帯見てなかったんですよ。そしたらお父さんから LINE が来てて、そう、その LINE、 そのスクショが送られてきてて夜中に返した、返信、おーっつって。さすがに夜中だったからいっぱい送ることできず、おーしか返せないんだけど、まさかあの配信を見られてるとは思わなかったですね。恥ずかしい。うん、ね、え、でもね、なんか最近アンチ増えたなって思っちゃうんですよ、私。まあ、それがよし悪しあるじゃないですか。そう、だからなんか頑張ろうと思って、なんかね占いをしてもらったんですよ。そう、占いしてもらって、めっちゃ当たったのよ、本当に怖いぐらい当たってて、なんかそう、どんな子が興味ある、え、本当ですか嬉しい、興味持ってくれるのって嬉しいですよね。なかなか興味持つまでがさ、長いじゃないですか、道のり。だからありがとうございます。そう、嫌いとか、嫌いと言いながらその人のこと調べる時間を、その人のこと調べる時間を使うってすごいエネルギーやなー、だって確かに、ね、うん、なんか本当にその占い初めてしてもらったんですよ。占いってこんなに当たるのって思うぐらい当たってて、私あと2年は苦労するよって言われたのあと2年苦労するんだって私でも
その苦労する苦労した方がいいって言われて、そうなんかそれが地盤になるから、あの苦労しなさいって言われた。2年苦労するってどうしよう。そう、うん。本当にね、あのね面白かったよ。うん、え、占い信じちゃう。なんか当たんなかったら信じないじゃん。過去のこと当てられたんだよ結構。よし、俺もあと2年頑張らなくちゃ。ねえ、2年どころじゃないでしょ、もっと頑張って。もっと頑張ってっていうか、ずっといてね。みんなこのあと2年頑張らなくちゃって思ったでしょ、絶対みんなも。2年じゃないでしょみんな。私が芸能界にいる限りみんな私のことを好きでいてね。芸能界にいなくても好きでいて。重た。うん、あと2年か。あと2年苦労するのかって。人は10個のうち1、2個当たるとすごいと思うらしいよ。当たってたんだよな。それがね、もうびっくりよ。だから本当にこれが占い通りに行ったら、行くとしたらだよ、2年苦労するんだよ私は。でもみんなも2年苦労するってことになっちゃうんだよね。だからよろしくお願いしますっていうことを先に言っておこうと思って。きっとでもなんかその予感はしてるの、すごい予感はしてる。面白かった。面白かったのが、あんた女優やりなって言われた。俳優になった方がいいよって言われて。って言われました。はい。そう、そうなの。うん、まあそれは嬉しかったよね、向いてるんだって思って。そう、いろいろ人生相談もしました。占いの人初対面なのに。今こうでこう思ってるんですよみたいな。初対面なのに。これこれこうでこうこうでこうでこうなんです。そう、追加料取られなかったです。うん、こんばんは。うん、
初対面で人生相談した占いいい迷惑だよね、いい迷惑だと思うよ。なんかね、私なんかなんて言われたんだっけ、なんかね、いい人ぶるなって言われたの、なんかそんなようなこと言われたんですよね。なんかいなってそういい人ぶるなって言われた。それは難しい。そうなんか顔色をかがんなくていいよって言われみたい なそんなようなこと言われたんだよね。うん、やっぱ人間ってさ、こう客観視しちゃうじゃん。パッて見た時にあこれ言わない方がいいなとかさあるじゃん言っちゃいっちゃえみたいな感じに言われたよあ、明日は7時から配信しようと思います。朝多分予定は大丈夫のはず。うん、そう、なんか言うときは言うんだけど、まあ、なんか最近言えないんだよね。気を使うなみたいな感じかな、言われたのは。うん、でも自分が気使ってるなんて分かんなくない？朝配信です明日。言っちゃえば楽になるけど言ったら関係が悪くなったりすることあるし難しい。そう、なんか特に女なんてそうじゃん。そこではなんか分かったって言ってて違う、その裏では違うのが女だから。山ほど見てきたからさ、やっぱいい ね、あんまりねずかずかと言えなくなっちゃうね。でも男性でもそうじゃない？だから人間がそうなんじゃないの？でも思う。女子は本当に激しいね。私はないと思ってるけど、でもそれはなんか自分で言うことじゃないと思うし。
は男は言いたいこと言ったら殴り合いになる確かに確かに、私多分考えが男なんだよな、脳みそが男っぽいんじゃないかな、うん、と思う。やほやほ、こんばんは。殴り合いになるの確実に、確実男の場合だって。言いたいことがあるんだよ。まああと2年は苦労するみたいなんで、私は頑張りますよ。でもなんか苦労した方がいいよ、あとのその地盤になるから、それが地盤に、地盤っていうのなんか元になるから、苦労しなさいって言われたから頑張る。嫌なことやりなさいって言われた。私すぐ怠慢で行こうやって言っちゃうそっちの方が潔いよね。うん、2年頑張るよ。2年苦労するから2年頑張る。なんかもうちょっとなんか滑舌よくなりたいから、ね、演技のお仕事したいから、私はだから自分でその滑舌の練習もうちょっとやろうかなって。ウイロウリだけじゃダメだなって思って始めた、それも聞いて。まあね、完璧に信じちゃうのもあれだけど、でもやらないよりかはやった方がいいじゃん絶対。滑舌なんて普段 MC とかもするんだし、ずっと役に立つじゃん。うん、なんか面白かったのが2年苦労するんだけど、1年や自分のその思ってることをやって結果が出なかったらやめなさいって言われたうん、あすごい、なんかいっぱいサイリウムがありがとうございます。
だから自分が今やろうとしてること、1年って確かになっていう思ったの。やろうとしてることは内緒ですけど、そろそろ完食、汁残ってるけど、だった。うん、うん、まあとりあえず自分ができることはやろうかなって思ったかな。うん、だからなんかちょっとすっきりした、すっきりして、うん、すっきりしたし、なんかなんだろう、こうね、なんだろう、こう聞かされてるとさ、このあと何が起きるとか分かるじゃん、あと2年苦労するとかさそう、正直苦労はしたくないと思う。まあ嫌だよね、自分の嫌なことを2年やれって言われたらできる？私できないけど、でも頑張んなくちゃいけないんだなって思ったの。うん、本当に独り立ちするんだったらね、頑張んなきゃいけないじゃん。だってこれからさ、アイドル辞めた後は安藤千香で売ってくんだぜ。うん、だからまあ苦労はするよね、普通に。だから頑張ろうと思いますよ。楽な方を選んでもそのクオリティにしかならないから、うん、10年基本給上がんなかったけど耐えたら一気に上がったようで、すげえすごっ、10年すごいね、10年もすごいわ。それだけ考えてくれたら占い師さんも占ったかやる、あるってもんよ。そうかな、でもなんかさ、本当に自分ちゃんと考えてるのか不安になるよね。口だけになってないかとかさ、それはすごい不安になる。うん、リセス頑張ってくださいだって、ありがとう。でもさ、頑張ろうって思えるのはやっぱさ、こうファンがいるからなんだよね。本当に自分にファンがいなかったら頑張ろうなんて思えないよ、絶対。ファンがいるから、ファンをつけたいから、人気上げたいからとかさ、そういうのもあるからこそ頑張ろうって思えるから、うん、そう、やっぱさね、苦手なことってね、何日も続けるの難しいしさ、言葉、その口だけの人間になっちゃうのもあるしさ、嫌なんだよね。それだけにならないように気をつけます。かな、オタクとしても口だけな応援にならないように頑張ってるって、ありがとうございます。嬉しいね、すごい最高が来てる、ありがとうございます。最高とかいろいろありがとうね。
日は公演ですよ。じゃあ公演の目標を決めましょう。何にしようかな。ここで公演の目標決めよう。で公演の反省メール送ります。柱の裏の席を引かない。どういうこと。何にしようかな。個人の目標だもんな。決まった。あの結構ジャンプしたりとか足上げたりするのが多いんですよ。まず1曲目から足上げるじゃん、パーティーでジャンプって。なのでしっかり足上げる。あのかかとがお尻につくぐらい飛ぶのを意識してやる。足を上げることにします。明日の目標。はい、足つらないで。確かに。でもさ、もじもじしちゃダメとかでさ、のリズムでさ、あそこまで飛べるかちょっと不安なんだけど。昼夜共通で弾かせていただきます。いやもうね、辛いのよ本当に。うん、辛い本当に。なんかさ、もうさ、歌わなきゃ歌わなきゃ踊んなきゃ踊んなきゃってなるからさ、本当にきつい。頑張ります。明日の目標は足を上げる。こと。いやー、時間に追われてる感じですか。そうじゃないの。あのさ、歌ってるとさ、あれやん、例えば今日から衣替えして半袖ってなるじゃん、この吸うタイミングとかさ。だからさ、なんだろう、あの息吸うところ以外はさ、もうずっと歌うわけじゃないですか。だからなんか歌い続けなきゃって思っちゃうの。それが不安でしょうがない。これだって例えば2人の歌わりでもう息が続かなくってさ、途切れちゃった時にさ、誰も歌ってませんでしたとかなったらさ、ちょっとさ怖いじゃん。そう、もう声出せ声出せ。声出せ、足上げろ、動け体。体
感じよ私の中では。あとね、いつもね順序主義がすっごい緊張する。本当にね、あの歌詞が間違いそうなるんだよね。サビ完璧なハードで順序主義他を当たりだよ、この他を当たりだよと抱き寄せられてもが1番なんですよ。2番があの傷つきたくないと腕をすり抜けてなんですよ。もうそれがねもうね混ざるの、本当に混ざるから、もう緊張、毎回緊張しながら歌ってる。うん、もうね安心して踊れてない。なんかっていうのがある。うん、これはなんか練習しても練習してもかな。なんかこういう場合もっと練習したらいいんじゃないかと思うかもしれないけど、違うんだよね。なんかね不安なんだよ、いくら練習しても。言われてだってもう1年はやってるじゃないですか。で変わってからはもう結構な数やってるんですけど、やっぱ不安なんですよね。うん、あと私の声がでかいのかめっちゃスピーカーから私の声聞こえるんだよね。って一人で。だから自分が歌ってなかったりするとすぐ分かるんですよ、自分の声だし。しかもだからなおさら、あ歌わなきゃ歌わなきゃってなるんだよね。あれそんな声でかいかな、なんだろうね。配信でもよく聞こえるよ。あ本当？でかいんか声。私普通だと思ってたんだけど声そんな大きいのか私。ちかなちゃんの生写真買いました、だってありがとうございます、嬉しい。発声がいいんじゃないだって。そうなんかな、通る声。確かに声は通るよね私ね。なんでだろうね、まあ、いいことなんだろうね。本当に声通るのはマジでいいことだなってめちゃめちゃ自分で思う。うん、うん、
煽りね、どうしよう。なんかさ、ノリでやったらさ、煽り毎回やるようになっちゃったからさ、毎回考えてんだよね、どうしよう。ノリでやるもんじゃないね。私いつからやったんだろう、あれ。自分は声が通らないので店員さん呼ぶのに苦労する。あ、あ、そっか。え、でもさ、あれじゃない、ライブとか行ったらさ、めっちゃ声出すじゃん絶対。チャペーアペーみたいな言うやん、コール。え、それ鍛えられない？私多分それなんだよ。グレイさんのライブでさ、テレーって言ってたから。それなんだよ絶対。曲と曲の間暗転するじゃないですか。暗転して、まあ、ファンの人は叫ぶんですよ、ジロちゃんとか久しーとか。テレーってめっちゃ叫んでたから。多分ね、それです私。うん。やってみ、え。私のキーホルダー残り1個ですだって。6周年のキーホルダーだってよ。本当に。ねえ、いや、今申し込んできましたって。買いましたって、ありがとうございます。まあね、今はねできないけど、本当に多分それですね。あの、必ずそのグレイさんのライブに行くと、必ずあのなんだ、行った安藤家、あの安藤家3人組は腕が痛いっていうのと、あとあの声が潰れてるっていう。ソールドアウトになりました、ありがとうございます。そう、グレイチョップをするんですよ、こうやってやるのとかさ、こうやってやったりさするんですよ。ここが痛いのよ。ここがあの筋肉痛になるんですよね。そう。お母さんなんて特にそうだよ、筋肉痛になって声潰れて、もう何言ってるか分かんない。そう、5周年のマグカップ昨日頼んだ、なんで。めっちゃわかる、叫ぶもんだって、タレーだ。タクローとか、もう日差しとか、そういうこうね、あるんですよ。そう、行ってみたら皆さんわかると思うんですけど、そうあるんですよ。懐かしいな、私全然行ってない、行きたい。コールしすぎて次の日発熱したことある。なんで？それはないわ、さすがに。ライブ行きたすぎて小学校休んだことあるけど。休んではない、早退だ、早退はしたことある。だから小学校の時は皆勤賞だったのかな、どうだったっけな、忘れちゃったんだけど、そう一回は行ってたから、絶対あの必ず学校に行って早退してたから、家の都合っていう。全然家の都合っていうほどの都合じゃないんですけど、はい、ただのライブ行くっていう。ライブ行くために早退してました。小学校。でもそうだね、普通になんか
学校休んだことあるんですよ。そのマイコプラズマ肺炎とか胃腸炎とかインフルになったことあるのかな。でもそれってさ、キビキ？なんでしたっけ、あキビキじゃない、なんだっけ、なんか休みにならないじゃん。だからそのなんか全然病欠、そう出席停止になるのか、だからなのか、休みにはなってなくって、そうマイコプラズマは大変だったね。小6小5の時になったんだよね私。病院ね3つ行ったんかな。1回行ったところはもう風邪だと思ってたんで、風邪薬出されたけど全然治んなくて、もう1個行ってなんかレントゲン なんちゃらなんか見るやん、この辺をなんかとね見て投資だからとなんか見るじゃん機械で、なんかよく出るじゃんこうやって肺がさこうやって出たりとか、そうそう、それ CT かな、わかんない投資してみるやん見た時にあここじゃ無理なんで大きい病院行ってくださいみたいな、で行ったらもうすぐに車椅子で運ばれて入院何が何だか分かんなくて私そうそう懐かしい、2週間入院しました。本当に熱が全然下がんなかったんだよねマイコプラズマって、私の場合ね全然下がんなくって、そう40度近く出てって、そう大変だった。もうね車椅子で運ばれた時全然覚えてないの、なんかほぼ寝てたっていうか、もう目つぶってたこうやって、まあ、とりあえず病室で運ばれるやん、運ばれた後点滴打つんだけど、その点滴が入ってくるのが分かるんだよね、液体が自分の体に入ってくるのが分かって冷たいんだよ、あ入ってきたっていう風になるんだよね。でもね本当に病院って何もすることがなくってで、ね、何日間かもうずっとぐったりしてたんだけど、あとはもう漫画読んだり、あのお姉ちゃんの携帯を貸してもらって、その時はガラケーだったんだけど貸してもらって親と連絡取ったりとか、でもずっと親が寝泊まりしてくれてて、そう私とお父さんとお母さん入院したことがあるんですけど、お姉ちゃんは一回も入院の経験がないんですそうそうなの、入院の経験もないし手術の経験もないのお姉ちゃんは本当に、お姉ちゃんなんもない。そう私は入院も手術も経験あって、お母さんもあるしお父さんもあるんだけど、お姉ちゃんだけなんもないんだよね本当になんもない本当に入院とか経験なんもないですね、うん、いや本当になんであんなに健康なんだろうなんであんなに健康なのか私知りたいんだよね、本当におもろいよね、健康本当に健康マジピンピンしてるうん、でもなんかインフルとか風邪とかにはなるんだけど全然食欲あるっていう感じ、そうマジ元気、本当に元気、熱あるのにご飯を普通に食べてるからすごいよね本当に。でお姉ちゃん、お姉ちゃん米が好きって言ったんだよ、マジで米が好きって、
米って美味しいよねって言ってたんだよな。米プレゼントする？うん、本当に14箇所骨折した。やば、骨折はないな。骨折も月指とか捻挫もない。健康、米が好きってだけで健康そうに感じるね。そうでもお姉ちゃん、でもね、そうお米いっぱいあるから大丈夫なんですよ。米いるって。そうね、そう倒れたこともない私。貧血とか、貧血になったことあるんだけど、でやっぱ倒れる時とかわかるじゃん。だってほんと倒れそうになった時あるの私。貧血てか貧血立ちくらみ、立ちくらみかな。目の前が砂嵐になったけど全然耐えたよ。やばい倒れちゃダメだって思って自分で倒れちゃダメだって思って、もう仁王立ちしてちゃんと足開いてこうやって本当にそう耐えた、耐えたから強い強い本当に。いやあのね、バランス感覚あると意外とね倒れないよ。経験、これはマジで経験、一回だけしかないんだけど、あのね自分がこう倒れるとかこういう感じになってるの分かるんだよ。体がこういう風になってるのが分かるから、こう例えばこうなった時って後ろに若干行った時って、あ今後ろに重心かけたらやばいって思うじゃん。だから、ま、前に重心かけんのよもうこうフラフラってちょっとしてたけど、えやってみ、やってみてないか、ごめんないか、そういうことないか。本当にね目の前砂嵐になった時やばいって思ったもん。あ冷静、あのねそこで慌てて気をね慌てちゃってはっていくのは良くないって思って耐えました。冷静でいることが一番重要です。冷静でいることと自分が今どうなってるかを想像すること、想像してあ今重心が後ろに行ってるんだったらこう前に倒すとかバランスを取ることですねはい、それがもうねそうこれ何教えてんのって話だよね本当に。いや何教えたんだろう本当にいやすいませんね。立ちくらみになったら冷静に対応します。そうだよ、冷静、冷静でいること、それが一番重要です何の教えこれ全然役に立たないよこんなのはい、ということでちょっと断じゃ読みますねはい、13位ハブトゥーセーブさん、13位ハブトゥーセーブさん、12位ペンギンさん、12位ペンギンさん、11位ディヤマさん、11位ディヤマさん、10位五代優作さん、10位五代優作さん、9位竹尾ビルさん、9位竹尾ビルさん、8位松さん、8位松さん、7位カブさん、7位カブさん、6位イカちゃんさん、6位イカちゃんさん、5位ナリスタさん、5位ナリスタさん、4位ベラレイヤさん、4位ベラレイヤさん、3位3日連続とか聞いてないさん言えてない3位3日連続とか聞いてないさん、3位3日連続とか聞いてないさん、2位キャッスルさん、2位キャッスルさん、1位葵さん、1位葵さん、ありがとうございます。はいあ無音無音だって、やっほー。
てなわけで、配信ありがとうだっていいえ、こちらこそ終わりにしたいと思います。明日は朝7時から配信します。早いのでね、寝たい方は寝てください。全然強制参加ではないので。てなわけでありがとうございました。また会いましょう。ルーム、ありがとうね。またね。